ハウロー、調査員のサドリです。今回は日本映画に登場する超危険人物について報告します。これから報告する人物は目を背けたくなるような残虐な行為を平然と行い、常人の想像をはるかに超えた悪意と狂気の持ち主です。その行動原理は様々ですが、確実に言えることは絶対に関わってはいけないということです。今回報告する作品の中には実際に起きた事件を題材にしているものもあります。つまり彼らのような人間が現実に存在するということです。山崎あさみ。山崎あさみは村上龍の同名小説を原作とする映画オーディションに登場する超危険人物です。ビデオ制作会社を経営している青山茂春は7年前に病気で妻を亡くし、息子の茂彦と2人で暮らしていました。茂彦の勧めもあり、再婚を考え始めた青山はそのことを友人の吉川に話します。すると吉川は映画のオーディションを開催して応募者の中から再婚相手を探そうと言い出しました。気の進まない青山でしたが、吉川はオーディションの開催に向けて動き出します。集まった大量の応募書類に目を通していた青山は、偶然手に取った山崎あさみという女性に興味を抱きます。そして吉川と青山を面接官としたオーディションが始まりますが、吉川が質問するばかりで山崎あさみのぼとした頭にない青山は黙り込んでいます。ついに山崎あさみの順番が来ました。それまでとは打って変わり、積極的に質問をする青山に吉川は驚きます。実際にあさみと対話したことで青山はますます彼女に魅了されます。そんな青山とは対照的に吉川はあさみに不穏なものを感じていました。吉川はそれとなく忠告しますが、青山はあさみと親密になっていきます。そしてあさみの本性が徐々に明らかになっていきます。山崎あさみは幼少期に多くの虐待を受けたことで、痛みを与えることこそが愛情であると考えるようになりました。そのため青山は薬で体の自由を奪われ、あさみから痛みと苦しみを与えられることになります。あさみは青山の体に無数の針を刺し、左足首を切断します。終始にこやかな表情でくる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 と針を刺すあさみの姿はトラウマになります。そのあまりの痛々しさに、海外の映画祭で上映された際には多数の途中退出者が出たそうです。村田幸雄。村田幸雄は1993年に起こった埼玉愛犬家連続殺人事件をもとに制作された映画冷たい熱帯魚に登場する超危険人物です。熱帯魚店を経営する社元信行は、娘の光子と5歳である太子の不仲に悩まされていました。ある日光子が万引きしたと連絡があり、信行と太子は連絡があったスーパーに急いで駆けつけ謝罪しますが、店長の怒りは収まらず警察に通報すると言います。そこに一人の男性が仲裁に入ります。明るく朗らかなその男性は店長と恋の間柄のようで、話を穏便に収めてくれます。その男性村田幸雄は信行と同じく熱帯魚店を経営しており、信行たちを自分の店アマゾンゴールドに連れて行きました。アマゾンゴールドは広い店内にたくさんの水槽が並んでいました。水槽を見て回る信行たちに村田は妻の愛子を紹介します。アマゾンゴールドでは村田夫妻の他にも若い女性従業員が寮に住み込みで働いているとのことでした。そして村田の提案により光子もアマゾンゴールドで働くことになりました。翌日信行と太子は光子に付き添いアマゾンゴールドを訪れます。一通り挨拶を終えると、太子は光子の今後について話をするため店に留まり、信行は先に一人で帰宅します。はじめは何気ない雑談をしていた村田と太子でしたが、村田は太子が光子との関係に苦悩していることを利用し、言葉巧みに太子の心を懐柔していきます。そして村田の恐ろしい本性が明らかになっていきます。悪魔は天使の姿を借りて現れるという言葉がありますが、村田幸雄も表向きは愛想のいい陽気なおじさんにしか見えません。しかしその正体は自分の利益のために平然と人の命を奪うサイコキラーです。さらに妻の愛子も村田の強行を止めるどころか、一緒になって死体を解体するという倫理観の欠如した人間でした。
慣れた手つきで楽しそうに死体を解体する村田夫婦の姿は、私たちの道徳感覚を麻痺させてしまうかもしれません。細かく切り刻んだ肉片は皮に巻き、焼き尽くし灰となった骨は山中に捨てます。村田曰く、ボディが透明になっちまったら何にも分からしねえとのことです。そしてこの異常な状況に巻き込まれた信行もまた自身の狂気に飲み込まれていきます。吉田さん、元気でな。木村隆夫、須藤順次。木村隆夫と須藤順次は1999年に起こった上申書殺人事件をもとに制作された映画凶悪に登場する超危険人物です。雑誌名著24編集部に一通の手紙が届きます。手紙の内容はまだ明るみになっていない殺人事件に関する告発でした。記者の藤井秀一は手紙の差出人である死刑囚須藤順次から話を聞くため、須藤が収監されている東京拘置所に向かいます。藤井は須藤から誰にも話していない余罪が3件あり、それらの事件の首謀者は須藤が先生と呼ぶ人物であることを聞かされます。須藤から先生の悪事を暴いてほしいと頼まれた藤井は、須藤の証言に疑念を抱きながらも調査を始めます。調査を進めていくうちに、藤井は須藤の告発は真実だと考えるようになります。しかし編集長からは物証がないため記事にすることを却下されてしまいます。そのことを須藤に伝えると、須藤は激高し藤井を罵倒します。独自に取材を続けることにした藤井は、須藤の内縁の妻静江の元を訪れ、保険金殺人の被害者となった後ろの話を聞きます。そして須藤と先生が引き起こした凶悪な事件の全貌が徐々に明らかになっていきます。不動産ブローカーを生業とする先生こと木村隆夫は、一見すると人畜無害そうな初老の男性ですが、その本性は金のためなら人が死のうと構わないという異常なまでの背筋主義者でした。基本的に自分の手を汚すことはしませんが、人が苦しむ姿に喜びを感じる異常性を持っています。一方、元暴力団組長の須藤順次は殺人に罪悪感を持たない残忍な性格である反面、身近な人々に対しては情に熱い心もありました。そのため信頼していた舎弟を殺害するように仕向けた木村は許せませんでした。しかし告発の目的はそれだけではなく、自身の死刑を遅らせるためでもあったことが後半で明らかになります。木村と須藤が凶悪であることに疑いの余地はありませんが、取材に没頭することで家庭の問題から目をそらす藤井や、介護に疲弊し義理の母に手を挙げてしまう藤井の妻陽子も、見方によっては凶悪なのかもしれません。灰村大和。灰村大和は串木竜の同名小説を原作とする映画死刑に至る病に登場する超危険人物です。大学生の筧正也はうっつした学生生活を送っていました。中学まで成績優秀だった正也ですが、高校に進学すると授業についていけず、第一志望の大学にも入学することができませんでした。祖母の葬儀のため久しぶりに帰郷した正也は実家で自分宛ての手紙を見つけます。差出人は中学時代正也が通っていたベーカリーの店主であり、24人もの人間を拷問し殺害した連続殺人鬼灰村大和でした。手紙には頼みたいことがあるので会いに来てほしいと書かれていました。正也は灰村が収監されている東京拘置所に向かいました。そして正也と灰村はアクリル板越しの再会を果たします。灰村は23人の少年少女と1人の成人女性を殺害した容疑で逮捕され、死刑判決を受けていました。しかし灰村は最後の事件となった成人女性の殺害は自分の犯行ではないと言い、正也に真犯人を探し出せよう頼みます。すぐに調査を始めた正也は灰村の担当弁護士から事件に関する資料を見せてもらい、最後の事件だけ被害者の年齢や殺害方法が異なっていることに疑念を抱きました。真犯人とは何者なのか、正也がたどり着いた真相は想像を超える残酷なものでした。灰村大和は罪のない少年少女を拷問し殺害した冷酷非情なサイコキラーです。
何よりハイムラが恐ろしいのは、いともたやすく人心を掌握し支配してしまうところにあります。連続殺人犯であることが発覚してもなお、ハイムラの自宅近くに住む老人は、警察から逃げてきてかくまってくれって言われたらかくまっちゃうかもしれないなと言い、囚人に厳しく接するはずの刑務官ですら、自分の娘に送る本についてハイムラに相談するようになります。マサヤもまた満たされない承認欲求や母の秘密を利用され、ハイムラの術中にはまっていきます。人の精神をもてあそび支配し絶望を与えることは、ハイムラにとって最高の娯楽です。死刑が執行されるその時まで、ハイムラはこの悪魔の遊戯を楽しむつもりなのでしょう。いってらっしゃい。いかがだったでしょうか。彼らが社会的に許されない存在であることは間違いありません。しかし常人には理解できない彼らのような怪物に危険な魅力を感じてしまったと言い方は、高評価、チャンネル登録、通知登録をお願いします。また創作でも実体験でも超危険人物について情報がありましたら、コメントなどで教えていただけると嬉しいです。今回の報告は以上となります。ご視聴ありがとうございました。